申し上げます。もはやそ城の周囲は西軍に固められ、蟻の生えてる隙間もございません。そうか、蟻の生えてる隙間もないか。敵の背後を撹乱しますか。いや、待て、わしに考えがある。山川大倉、弱冠24歳、落城寺会津藩で最年少の家老であった。じゃあ、相は妙な言葉考えちょるの。戦争の中で唯一痛快なエピソードとして今に伝えられている。山川隊の入城によって城内の士気は大いに盛り上がったが、鶴ヶ城の南東1500メートルに位置する小田山に据えられた巨大なアームストロング砲の威力は会津藩にとって言語を絶するものであった。逆転できるのか。この劣勢を跳ね返せるか。弱いごともいい加減になさねよ。